朝倉神社前停留場は、高知県高知市朝倉にある都佐伝交通稲線の路面電車停留場。朝倉神社前停留場の開業は1907年。稲線の鏡川橋構内間の延伸開通に合わせて開業した。開業当時の停留場名を宮の前とする資料もある。乗り場は2面あり、東西方向に伸びる単線の軌道を挟み込むように廃される。 ただし互いの乗り場はハス向いにあり、西に、リマや、橋方面行き、東に、井の方面行きの乗り場が置かれている。リマや橋方面には屋根を備えたホームが設置されているが、井の方面は南を並走する道路との間を舗装し、白線を引いただけの造りである。朝倉神社は停留場の北側、土産線の踏切を越えた先。 神社本殿は重要文化財に指定されている。南には朝倉城市がある。ABC、土佐原鉄が走る町根尺99.156から158ページ ABE 真尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。 上野広と、都山電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島慶造、四国、九州ライン全線、全駅、全配線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、43.94ページ。 ISBN 978から4から06から295,161から6。川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年、289ページ。ISBN 978から4から794216151。ABCD、土佐現鉄が走る町根四42から43ページ。 路面電車は行く高知高知新聞社1998年91ページ。ISBN4 から875032684ありがとうございます。